韓国の反日作品では、大韓民国の日本に対する反日的な小説、韓国の漫画、テレビドラマ、映画、歌などを扱う。歴史小説や仮想戦記、核攻撃や気候文など様々なジャンルがある。作品中では、韓国や韓国人が優秀に描かれる一方で、日本男性は野蛮で残虐な人物として、 日本女性は男性に従順で性的に乱れた人物といったステレオタイプで描かれることが多いとされる。日本の文化、風俗に対しても極端な誇張や誤解、偏見に基づく描写がなされる場合がある。反日的とされる以外にも歴史や科学技術に対する考察が不十分で事実と大きく異なるとする意見もある。フィクションでは 領土問題や歴史問題から韓国と日本が戦争に至るケースがよく見られる。その場合には日本対韓国及び韓国に賛同する国家という構図になる。韓国の民族主義に訴えるエンターテインメントとして高等無形なストーリーが多く、特に日本文化解放以前は日本を滅ぼすような過激な映画が多く見られた。中国でも抗日人劇と呼ばれる。 反日作品が2010年前後に多数制作されたが、こちらは反日感情だけでなく、検閲を回避する手法としての側面もあったため、現在では当局により規制がされている。2010年頃から歴史正義の実現を希求する世論を背景に、従来の加害者の日本と被害者の韓国という善悪二言論の構図に韓国民族を裏切って、 日本の非道に助力する悪役として新日派韓国人が登場するようになった。この傾向は韓流ブームによって日本で活動する機会が韓国人俳優にとっても日本から反日俳優というイメージダウンを避けることができるとして歓迎された。ありがとうございます。